in the 13th International Conference on the Maternal and Child Health Handbook. I would like to express my deep respect to the organizing committee of the 13th International Conference on the MCH Handbook, to the University of Toronto, to the International Committee on the MCH Handbook, and everyone who has worked to realize this international conference. MCH handbooks play a very important role in helping pregnant women, nursing mothers, children, and their families. 1966年昭和41年9月11日、川島辰彦、和代夫妻の長女として静岡済生会総合病院、当時肝腎心脳が総裁にて誕生。父がペンシルベニア大学大学院に留学したことから、一家で渡米。6歳までアメリカ合衆国ペンシルベニア州で過ごす。ペンシルベニア大学、ザ・ユニバーシティ・オブ・ペンシルベニアはアメリカ合衆国のペンシルベニア州、フィラデルフィアに所在する私立大学。米国屈指の名門私立大学連合であるアイビーリーグの一校である。全米で初めてユニバーシティと名付けられた教育機関であり、学部と大学院を兼ね備えた全米初の大学でもあった。1969年9月、同州フィラデルフィアのローズモント大学附属ローズモントトリニティスクールに入園。1971年、昭和46年9月、フィラデルフィア市立ヘンリー・シーリーエレメンタリースクールに入学。1973年、昭和48年、父の辰彦が学習院大学助教授に就任したため一家で帰国。1976年、昭和51年、学習院初等科編入。しかし、翌年の1学期を終えた段階で、父がオーストリアのアウィーン郊外のニーダーエスターライヒ州ラクセンブルクにある国際応用システム分析研究所の主任研究員に招かれたため一家でオーストリアに渡る。約2年間を同地で過ごす。1977年、昭和52年8月、ウィーンのアメリカインターナショナルスクールオブビエンナ6年に編入。英語に磨きをかける一方、ドイツ語も日常会話に困らない程度にまでなった。1979年、昭和54年9月、日本へ帰国。学習院女子中等科へ編入し、学習院女子高等科に進む。女子高等科時代には、クラスで選ばれて構成委員を務め、街頭に立ってハンセン病患者をはじめ恵まれない人たちへの募金を呼びかけたり、身体障害者の人たちが作った絵はがきを進めたりする活動に取り組んだ。1985年、昭和60年、学習院大学文学部心理学科へ入学。